こんにちは、信太郎です。今日はメイドインアビス闇を目指した錬成の正直な感想を話していきたいなと思います。ツイッターなど見ると購入を迷ってる方がまだ結構いましたので、約50時間プレイした忖度なしの僕の評価を参考にしていただければ幸いです。まず一番知りたいであろう、このゲームが買いなのかどうかについて話します。僕の考えではメイドインアビスの漫画やアニメが好きプラス我慢強い人なら買い、原作見てない人はアニメや漫画を見て好きになったら買いという感じです。このゲームは難しいというより、どれだけ我慢できるかが大事になってきます。ですので、うまくいかないからといってすぐ投げ出す人はちょっと向いてないかなと思います。本当に苦しい場面と楽しい場面が交互にやってくるのがこのゲームの特徴です。ただ原作を見てないと楽しさよりも苦しさの方が増しちゃうんじゃないかなと思います。ゲームとしての完成度は高くないですが、原作ファンにはたまらない部分がたくさんあるので、ぜひやっていただきたいというのが本音です。なので原作見てない人で気になってる方は、まずアニメか漫画を見てほしいです。そしてここからはいいところ悪いところを解説していきたいなと思います。いいところ一つ目は、原作で出た場所や原生生物が出てくるのが楽しすぎることです。ベニクチナワが出てきたり、あの凶悪なタマちゃんが出てったり、ナナチがよく行く温泉が出てったりするわけですよ。アビスを探検するのが本当に楽しいです。二つ目は、難易度が高いので達成感があること。ボスが強いとかではないのですが、ちょっと崖から落ちたりしたら死んじゃうし、食べ物なくて積みかけるし、武器なくて積みかけるし、道に迷うし、本当に過酷な道のりです。だからこそ次のステージに到着した時に達成感はなかなかのものがあります。三つ目、冒険出る前の準備が楽しい。このゲームはアクションというよりサバイバル的な要素が強くて、冒険前の準備が非常に重要になります。一層でこのアイテムが足りなかったら多めに持っていこうとか考えるのが僕は非常に楽しかったです。まあ層ごとにだいぶ変わるんで大抵うまくはいかないです。四つ目、多彩な死亡シーン。これはこのゲームのまあ売りですね。残酷な殺され方をするので、グロいのが好きな人は楽しめるなと思います。全部ではないですが、まとめ動画作ってますので、よかったら見てみてください。概要欄に貼っておきます。次の悪いところ、いいところだけじゃね、ガチじゃないんで悪いところも言っていきます。一つ目、状況によって積むところが結構ある。例えばね、食料がなくなったり、お腹のゲージがゼロになると攻撃もできないし、崖にも登れないし、エリア移動できない箇所もあるので、結構積むことが多いです。武器がなくなっても攻撃ができないので積むことがあります。場合によっては2時間ぐらい前のデータからやり直すことになるんで、もう少し救済処置やセーブのシステムを優しくしてほしかったです。二つ目は、ゲームとしての完成度が低いこと。グラフィックもちょっとね、PS2 っぽいとか言われたりするし、敵の AI もガバガバです。あと、雑魚敵も無限に湧いてくるしな。うざったい雑魚敵が湧いてくるし、虫とか。その他バグも結構あって、ということなので、原作見てない人には微妙なゲームなのかなというのが正直な感想。逆に原作見てなくてやった人の感想も聞いてみたいので、もしいましたらコメント欄に書いてくれると嬉しいです。三つ目、行きは楽しいが帰りが辛い。行きはね、さっき言ったように目新しいものばっかりなのですごく楽しいんです。でもね、マップが結構広くて高低差があってね、ちょっとわかりづらい。ミニマップとかでは。だからね、結構迷うんですよ。後々ファストトラベルは使えるんですけど、使えるようになるまで帰りの道を迷って四苦八苦するのがかなり辛かったです。まとめとしてもう一回言いますが、原作好きで我慢強い人にはおすすめ。原作見てない人には漫画かアニメ見てからやってほしいなと僕は思います。僕自身はね、50時間やってるんで、このゲーム非常に面白かったです。大満足です。そんな僕でも途中でイライラして、メルカリに出品したりしたんですよ。でも次の日には取り消して、結局ね、やってましたまた。結局ね、憧れは止められないんですよ。ここまでね、動画を見てくれた人は、ぜひ、購入して3層の地獄を味わってくれ。もちろんね、購入の際には僕の評価だけじゃなく、Amazon とか Steam で評価書かれてるんで、まあそこも参考にしてみてください。一応ね、概要欄にリンクも貼っておきます。スパチューンさんはぜひ、6層のダウンロードコンテンツ、ぜひ作ってください。それまで僕売らずに待っておきます。
それでは長い長々聞いていただきありがとうございました。信太郎でした。バイバイ。